検索してはいけない言葉、靴下の裏側、靴下の裏側、で検索すると、靴下の裏側が呪われていた件、というスレのまとめ記事がヒットするのだが、そのスレにウープされた画像がこちら、表、裏、可愛らしい的用紙下の靴下を裏返すと、恐ろしい姿になってしまうという、衝撃的な画像だ。スレ内では、一致が的用紙下に的用紙下の靴下を被せた画像や、勇士たちによる裏側の的用紙下で作った、コラ画像などを見ることができる。なお画像検索で、靴下の裏側、を検索すると、様々なキャラクター靴下を裏返した時の画像が出てくる。面白、恐ろしいのでぜひ検索してほしい。アンネリーゼ・ミシェル。アンネリーゼ・ミシェル、で検索すると、1976年のドイツで起きた、悪魔払いに関する事件の記事が多数ヒットする、信心深いカトリック教徒として育てられた、アンネリーゼ・ミシェルは、若い頃から激しい痙攣とそれに伴う精神疾患に悩まされるも、精神医療による処置では病状は回復せず、彼女は自身が悪魔に取り憑かれたのではないかと考えるようになった。病状がさらに悪化すると、食事を拒んで、自身の尿を飲む、昆虫を食べるなどの行動を取るようになった。1975年に、かねてより要求していた悪魔払いの儀式が認められ、約67セッションにわたって実行されることとなった。儀式に際して、彼女には6体もの悪魔が取り付いていたことが明らかになったという。結局彼女は長期間にわたる食事の拒否などで、1976年に23歳という若さで餓死してしまった。この件に関わった2人の神父は過失致死傷罪で有罪判決を受けた。その後、ドイツにおいては悪魔払いの儀式の数が減少したという、クレイジーゴースト。クレイジーゴースト、で検索すると、とある画像が出てくる。その画像がこちら。青白い顔に赤い目の女性、びっくり系フラッシュによく登場する、通称赤目女の画像だ。元は中国で作られた画像で、正式名称は、一只可愛的女鬼宠物、可愛い女性の幽霊ペット、というらしい。ブラクラ画像系では可愛い部類だが、画像検索するとブラクラ画像詰め合わせセットが出てくるので、検索の際には注意しよう。絵の裏、ドラえもん。人気のダイビングポイントである、神奈川県江ノ浦。そこでダイバーに人気なのが、海底に置かれているドラえもん。江ノ浦、ドラえもん、で検索すると、そんな水中ドラえもんの画像が出てくるのだが、それがこちら。怖い、毎年綺麗になってモデルチェンジしているという、水中ドラえもん像なのだが、時間が経つとどうしても、海の力でホラーな姿になってしまうらしい。そのため、江ノ浦、ドラえもん、で調べると、様々なバッドコンディションドラえもんの画像が、出てきてしまうのだ。金魚草、種さや。金魚草とは、金魚のような形をした園芸植物で、愛らしい花として人気、なのだが、金魚草、種さや、で検索すると、このような画像が出てくる。怖い、花は枯れると種子が入っているから、種さや、が残るのだが、その種さやがドクロのような見た目をしている、より多くの種を拡散するためなのだろうが、もはやドクロ草だ、お前、顔。お前、顔、で検索すると、お前、の、顔。という動画がヒットする。内容は不気味な顔の映像と不気味な BGM が流れるというものである。真相ウェブで見つかったという噂があるが、真相は定かではない。映像内に使われている顔の画像は、ベクシンスキーの絵画だろう。また動画投稿主の名前は、SM666 ユーザー、だが、ニコニコ呪いの動画、で有名な都市伝説、SM666 から撮ったものだと考えられる。いろいろと謎が多い動画ではあるが、不気味なものであることは間違いない。交通安全ポスター、天才。交通安全ポスター、天才、で検索すると、この画像がヒットする。赤黒い二つの手形に、力弱く、助けて、という文字が書かれたポスター、弟の夏休みの宿題のポスター、表現の癖が強すぎる、という投稿文とともにツイッターに投稿されたこちらの画像、何々を守ろう、など、注意を呼びかけるキャッチコピーとイラストが多い印象の、交通安全ポスター、その中で事故の被害者からのメッセージを、ホラー調に描くという発想が素晴らしい、ツイートの反響が大きすぎたため、この交通安全ポスターの提出は、見送ることとなってしまったようだが、前途有望な小学生だ、鏡の中の少女、鏡の中の少女、で検索すると、海外から転載されたとある動画がヒットする、元動画は、クリーピーグラッチゴーストガールインザミラー、というタイトルで投稿されている、問題の動画がこちら。鏡の中の少女が、という、シンプルながら非常に怖い動画となっている、公園、パンダ、公園、パンダ、で検索すると、新潟県長岡市にある川口運動公園の、パンダの遊具が怖いという記事がヒットする、怖いと言われているパンダの姿がこちら。
なんとも言えない半開きの目で、ギザギザの歯を剥き出しにしながら、でかい竹にかじりついている、奇妙なパンダ、子供が見たらどう思うだろうか。作成当時のパンダブームに乗っかったはいいものの、パンダがどういう生き物なのかわからなかった結果、このような何とも言えない顔つきになったのではないかということだ。この公園には他にも、カブトムシやカタツムリ、サルなどの、渋い動物の設置物があるらしい。興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。小薬つよし、小薬つよし、で検索すると、ライフスペースからの99年8月30日付のメール、というページがヒットする。弁護士、紀藤正樹氏が自身のホームページ上で、ライフスペース、という団体から受け取ったメールを公開したものなのだが、その内容は、1999年8月7日の朝日新聞の夕刊の17ページに掲載された広告に関する考察、である。その文章自体尻滅裂で非常に不気味なのだが、さらに不気味なのが、メールに添付されていたという、当該広告の画像だ。その画像がこちら。家の窓から顔が覗いている白黒写真に、小薬つよしさん、テレビ朝日ですよ、とだけ書かれた広告。これは一体何の広告なのか。有志の調査によると、不気味な構図の写真と、呼びかけ、テレビ朝日ですよ、とだけ書かれた広告が、5月から7月にかけて掲載されていたらしい。またクリスマスに同じキャッチフレーズを用いた、広告の応募キャンペーンを行っていたことも明らかになっているため、この新聞広告も同様のキャンペーンで制作されたものだと考えられる。